はい、皆さんこんにちは、ファナムです、今日はくだらです、国立中央博物館のくだらコーナーがいよいよ公開をしました。くだらの遺物展示品をぜひ楽しんでください。ファナムチャンネルでは韓国の歴史や文化を解説をしています。いよいよこちら韓国も本格的な冬に入りました。くだらの地は今のソウル、ハンガンですねから半島の南西部まであった広大な国、特に穀倉地帯を利用して栄えました。見学して感じたのは、質素でありながらもどこか華やかであるという印象でした。それは仏教や道教の影響でしょうか。きっとメインはこの王冠かと思われます。コンジュというところのスチョンリ遺跡というところから発掘されました。コンジュは雲仁という都のあったところで、高句麗の南下で南に都を移したところでもあります。王冠といえば25代王のムリョンワンの墓のものが有名です。彼は501年から523年まで、素晴らしい政治をしたとして王朝文化を極めたと言われる王様です。それからこの金銅の靴ですが、蓮の模様の装飾がなされていると言います。で、くだらといえば、仏教、384年に東晋から伝わったといいます。これは有名ですけども、日本には552年、仏教経典を、送ったとも言われています。これは、高句麗や親鸞を、牽制するためだとも言われています。今にもこういった模様がですね、韓国では好まれているということです。以前韓国の模様ということで動画を上げたので、そちらもご参考にしてください。特に道教の思想が影響されていると、ここでは書かれていました。日本ではくだらと呼びますが、もしかしたらこのくんなら、くんというのは大きいという意味ですけども、奈良というのは国、くんならがくだらになったとも言われますね。奈良という地域、これは韓国では国ですが、アスカというのは鳥飛ぶですけども、韓国ではくだらの人がここに渡り鳥のように渡ってきたのでしょうか。3回目の遷都のシビ、ここは富余にありますけども、ここで発展したと書かれています。その時は26代王の聖王、日本では聖明王ですね、孫明王と知られています。特に、都城や、城ですね、それから寺院の建築文化が栄えたようです。この聖王は仏教に帰依したと言われています。王権強化のためにさまざまな武器が開発されたというふうに解説されています。で、こういった武器ですね、特に剣なんかを見ると磯の神神宮の七支刀が思い出されます。その時は13代王の勲長古王と言われています。このもともとですね、このソウルにあった無尊都城と言われますけども、ここが慰霊城というですね、ソウルにある都でした。ここから徐々に南下して雲仁、そして紫尾というふうに変わっていきました。
もともとはこの都がソウルですね、慰霊城と言いましたけども、ここから南に雲仁に移って、そして始尾という、まあ、府用に移ったというんですね。まあ、これをですね、シビと言いますが、これが鬼レンガに変わって、そしてこのシャチホコになったという話もあります。このシビというのは、まあ、伝説上の動物で、火事に強いという意味があったそうです。まあ、これはだいぶ復元されたものと書いてありました。日本では鑑真が建立した唐招提寺に見られるように、こういったものが百済からもたらされていたということも考えられます。これは南朝に派遣した、使臣ですね、百済の人の、姿だったということで、描かれています。この百済の宗教と思想ということで、ここで強調されているのは、不老長寿の思想ですね。特に道教の影響があったんだというところで、いろんな遺物を見ると、模様とかですね、そういったものが影響されているんじゃないかということと、建築文化ですね、がかなり発展したというふうなことで、書かれていました。とてもですね、華麗ですけども、華やかだけども、贅沢な色彩ではないというところで説明がされています。実用的でありながらも、とても洗練された文化が、この百済の文化だというふうに、解説をされています。これは、その当時の中国の年号が記されているというところで、もう一度ですね、この百済の流れを最後に確認をしていきたいと思います。4世紀後半ぐらいからですね、徐々に栄えて、都がソウルにあったわけですね。これを慰霊城と言いますけども、高句麗の南下によって21大王のケロ王が死ぬことによって、雲仁という今の根樹に下がって南に移っていくわけですね。それから無夜王の時代にかなり大きく栄えたんですけども、その時ももう一度ですね、始尾という都に移って、その当時の王様が西王、西王がこの552年に日本に仏教をもたらしたと。そして600年に武王というですね、王が大きくまた発展させたんですけども、宮廷内の腐敗によって徐々に衰えていって、660年に滅んでいったと。で、私たちと関係があるのはこの
クダラにペクチョンガン、白村江の戦いというところで援軍を送ったと、400隻の援軍を派遣したというところが、大きな日本との、大きな関わり合いかというふうに思われます。こちらが白村江の戦いに出陣する時の額田の大君の歌です。ご視聴ありがとうございました。ソウルもだいぶ寒くなりました。それでもオンドルはありがたいですね。それではまたハナンチャンネルでお会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。